近くで、すごく恋人らしいね。君の顔見てると、すごく安心する。なんかね、弟を持ってるとね、結構責任持ちながら生きてきた気がするの。でもね、君が成長するにつれて、だんだん頼れる存在になっていって、私、本当に大好きだよ、君のこと。お姉ちゃんの愛もあるけど、一人の女性として、君を男性として、意識してる。君はもう、私の大切な、かけがえのない、彼氏。ステータスが上がったのよ。昇格よ、昇格。だから、彼氏は全力で、彼女を守らなければなりません。責任重大なのよ。もちろん、私はお姉ちゃんとしても君を愛してるわ。君が私のそばにいる限り、身の回りのお世話はするし、毎日美味しい料理を食べさせてあげる。その代わり、お姉ちゃんのこと癒してね。なーに？しばらくお姉ちゃんモードでいてほしいの？いいわよ。優しく包み込んであげる。私はいつも君の味方だわ。君がたとえ暗闇で迷っていても、必ず探しに行って、すぐ見つけてあげる。お姉ちゃんは、君のことなら大体わかっちゃうから。君のだらしない部分も知ってるわよ。でも、それでも愛してるの。だから、お姉ちゃんの前では、嘘つかないでいいのよ。別に怒らないから。私のことを信じて、ありのままの自分を見せて。そうすれば、お互いもっと信頼できるでしょ。君の顔、すごく安心してるわ。これでよく眠れるでしょ。大丈夫よ。ずっとそばにいてあげるから。お姉ちゃんは、君のもとを離れないわ。愛おしい弟と一緒に、今日は眠るの。明日また。元気な一日を迎えましょうね。そろそろ意識がなくなってきてる。それじゃおやすみ。
いのがどんどん取れるわ。もう少しやってみよう。そう言ってもらえて、とっても嬉しくなるわ。じゃあ次は、入り口の部分に入っていくわね。危ないから、顔を動かさないでね。そーっと、そーっと、はい。されるのは気持ちいい。そうでしょ。幸せな表情で私を見てるけど、本番はこれからよ。もっと続けるわ。取れたわ。君の耳、本当に掃除のしがいがあるわ。次は、奥の方をお掃除していきましょう。まったりしてていいからね。奥までゆっくり入るわ。綺麗になったわ。細かいのだけ
少し残ってるから、この反対側の梵天っていうふわふわで粉の耳垢を取り除いていきましょう。大好きなことしてあげようか。耳元に私の息を吹きかけてあげる。じーっとしてて。こんなに感じちゃって、本当に耳にふーってしてもらうのが好きなのね。さて、これで右耳は終わりだわ。反対側の方もきれいにするから、お姉ちゃんの方を向いて。そうそう、姿勢を直して。はい、お互いが見えるね。ドキドキしてる？ほーら、私にもっとくっついて。それじゃあ始めるわ。まずは耳の縁からね。ゆっくり表面の垢を取っていきましょう。でね、その人の性格がわかるのよ。君はとっても優しい子。お姉ちゃんの言うことをちゃんと聞いてくれるいい子。だからこうやって君と甘い時間が過ごせるのよ。それじゃあ続けようね。耳の浅いところを掘ってこうね。ちょっと待っててね。すぐ終わるから。うん？はあ、どうせ
長ければ長いほどいいとか思ってるんでしょう。君の考えてることは全部わかっちゃうわよ。顔に出てるもの。このぐらいかな。かったわ。じゃあ続けるわね。していくわね。君の左耳にゆっくりと深く耳かきが入ってく。知ら、気持ちいい。よかったわ。あともう少しで左側も終わりね。頑張りましょう。仕上げだけよ。ふわふわで細かいのを取ってしまいましょう。も取れたわね。またお耳拭いてあげるわ。動かないでね。
性、長ければ長いほどいいとか思ってるんでしょう。君の考えてることは全部わかっちゃうわよ。だって、顔に出てるもの。このぐらいかな。わかったわ。じゃあ続けるわね。奥の方をきれいにしていくわね。君の左耳にゆっくりと深く耳かきが入ってく。知ら、気持ちいい。よかったわ。あともう少しで左側も終わりね。頑張りましょう。仕上げだけよ。ふわふわで細かいのを取ってしまいましょう。細かい耳垢も取れたわね。またお耳拭いてあげるわ。動かないでね。